目覚めてしまう。何としても抑えるんだ。始まりのことは聞こえ。それは感情を必要としない楽園で起きた怪事件。ポギトと呼ばれるウイルスに侵されたオートレイドは人間の制御を離れ自我に目覚めるという。犯人はポギトに感染したオートレイドじゃない。だったら誰だ。感染の兆候は全くないようです。移民のくせに言うことを聞かないなんて。移民の方を悪く言ってはいけなくてよ。プラクシーとは一体。異形の怪人との開口がもたらす衝撃がまだ見ぬ世界への衝動を喚起する。エルゴプラクシー。